シュート決めてくれた背番号10番垣田先生に来ていただきました。さあ率直に今のお気持ち聞かせてください。めちゃくちゃ嬉しいです。と嬉しい野球時間でやっともう勝ってくるね。サポーターの皆さん垣田選手の得点待ちに待ってます。さあ今日は相手の天気となりました。そしてこの寒さこの雨その中に勝ち点差勝利というプレゼントをいただきました。もう点を取りたいという気持ちが伝わってましたね。ずっともゴールを欲してたんでやってきました。途中交代の杉浦選手から途中交代の垣田選手に言い忘れました。あそこでサポーターの皆さんがふと思ったことが一つだけあるんです。後ろに選手がいたんです。スルーをしてシュートを任せるのかと思いきやそこでトラップしてその時に決まるという自信ありましたよね。ありました。さあ本当に君の気持ちのいい勝利ということになりました。さあ本当にね集まってくれたサポーターの皆さんにメッセージいただけますか。また次も勝利できるようにチームに力になって頑張っていくんで自分もまた点が取れるように頑張るんでまた応援よろしくお願いします。さあ見事勝利の得点を受けた手の得点の垣田選手でした。次も期待しております。ここで季節の